武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は福井大学の地理の勉強について話していきたいと思います。こちら時間が100分で大問が2題出題されており、まあ、記述問題、と論述問題が中心で、まあ、特徴として地図に情報を与えられている、地図情報を書き込むという問題が、出題されており、まあ、これが結構やってないと辛いかなという問題、になっております。でこちらに関してはその地図情報そのものを、まあ、ある程度その国についての特徴など知っておかないと対応できないものにはなっておりますので、地図帳などや統計、まあ、講義系の参考書などの知識を駆使してこれを書けるようにしておく必要があります。で、論述の対策さえしていればそれ以外の部分に関しては、まあ、センター突破している前提で考えれば記述で答えられさえすればある程度対応はできますので、まあ、主にやるのは論述対策と、今言ったその地図の記入の対策ですね。で、地図の記入に関しては各練習そのものに関しては過去問のやり込みで、まあ、それ以外は地図帳の確認だったり、まあそうですね、資料集などの確認だったりこういったものをちゃんとやっておく。で、論述に関しては納得できる地理論述など論述用の参考書を1冊こなしておけば十分対応できるかと思います。で、プラスその大まかな全体の知識、まあ、整理して覚えられてないなという場合には字余語などの暗記系のものを使ってよく出る範囲の知識などを入れ直しておくといいかと思います。まあ、講義系や日大レベルまでの参考書でしっかり知識の確認ができればそれでもいいんですけど、整理がうまくいってないなという場合にはそういった参考書も使っておいた方がいいかとは思います。まあ、割とその国立の、まあ、地理自体がなかなかその2次で出るところもそんなに多くはないんですが、割とここはこう構えて対策しておかないと、まあ、論述さえやるときは何とかなるでしょうっていうようなものでもないので、ちょっと過去問に慣れておくことが重要かと思います。以上が地理の勉強となります。